こんばんは。そして明けましておめでとうございます。ナショメラです。今回はですね、チェインクロニクルに新しくやってきたおみくじキャンペーンガチャ、これを引いていきたいと思います。最近ですね、1ヶ月ぐらい前ですかね、その時にもキャンペーンガチャというのが来てるんですけれども、その時と同じようにユグド大陸内の SSR が確定ということで、非常に美味しいガチャですね。そして今回は新年の運試しということでですね、今までのイベント限定 SSR、 この6体ですね、6体が含まれているということですね。ヨシツグ、ユリアナ、ロロ、カリファ、ファティマ、オヨレータ。いやー、非常に素晴らしいラインナップが追加されました。特にユリアナ、いいですね。欲しいですね。ただ確率はとてつもなく低そうですね。まあ、とはいえですね、必ず SSR が出るということで、非常に美味しいガチャですので、ありがたく引かせていただきたいと思います。で、今回のキャンペーンガチャチケットの獲得方法は、ピリカの初夢クエストという簡単なクエストとですね、このマジンガチャで来ていたマジンズフラスの108体討伐で獲得できますね。で、現在1枚持ってますけれども、先ほどですね、108体討伐が終わりましたので、プレゼントボックスに1枚入っております。で、これでですね、獲得して2回引きたいと思います。まあ、ユリアナのね、サブパーティー効果は、まあ、最近ですと荒くネビエントとか代替もできるようになったんですけども、やはり未だに欲しいという感じがしますね。さて、では参りましょうか。とりあえずいいキャラが欲しいですが、まあ、本当に何が出るかわからないですね。種類が多すぎて。まあ、ユリアナ、ファティマ、やっぱここに出ているキャラは非常に美味しいと思います。まずは1回目。さあ、何が来るんでしょうか。さて、ここからピリカからの採掘職人グリダ。なるほど。というか、あまり印象がない。これ最近の、でも新しい方ですね、かなり。よく知らないキャラが出てしまいました。確かなんかの討伐フェスで出たようなキャラ、オルガとかだったのかな。あまりちょっと覚えてないですね。あー、マナ獲得特化キャラ。いましたね。なるほど。まあ、しかし、今回は私を求めていなかったかもしれないです。ユリアナ。で、他に普通に欲しいのはトレランシアとか、やはりムジカなので、そこら辺をなんとかお願いいたしたい。2回目です。さて、どうでしょうか。来い！ユグドから？おー、そっちかー。ある意味、惜しい。これは、限定キャラですね。普通の酒場に追加されていないキャラのカリファですね。確か表紙絵に出てたので、惜しいといえば惜しかったですね。いや、なんともこれは言えないな。まあ、いいキャラだとは思うんですけどね。所属はコドということで、まあ、ムジカさん。ぜひとも欲しかったんですが、まあ、外れではないですね。多分、いいと思います。いや、惜しかったなぁ。まあ、トレランシアやムジカは完全にお預けですね。まあ、去年ね、聖夜の旧世フェスでトレランシアとかリリースがまた来ると思ってたんで、まあ、意外な感じのラインナップだったので、なんとも言えなかったんですけれども、まあ、なかなかトレランシアと本当縁がない感じが続いてしまいましたね。はい、ついでにですね、今回もう一人 SSR をお迎えしたいと思います。戦士ギルドエース。ロレッタですね。まあ、実はこのキャラもチェインストーリーに関係してるので、まあ、結構美味しいですよね。報酬でもらえるのは。はい、ロレッタ獲得ということですね。このキャラはさすがにもうだいぶ昔のキャラなので、まあ、主戦力で使うという感じでは現在ではもうないですね。ただ詳細を持ってるのでね、結構使い勝手はいいと思います。で、現在ですね、マジンズフラスを進捗してるんですけれども、すでにですね、確定の50、80のズフラスを獲得しております。まあ、108のね、煩悩を達成するためにはどうしてもここは通過するので、ここら辺は非常に、毎回のね、魔人クエストだと、必ずもらうところなんですけれども、今回は実は暴走マジンという機能が追加されましたので、もしかしたら以前よりですね、幻突しやすくなってるかもしれないですね。で、現在このズフラスレベル114ということで、113体まで倒してるんですけれども、状況といたしましてはですね、すでにですね、幻突できました。実はですね、この113体目でですね、ドロップしまして、ちょうどですね、この動画を撮る直前に終わりましたね。で、他には暴走魔人のフレンドの手伝いで、1回獲得できまして、あとはガチャの確定の400と今の確定の2枚ですね。これでちょうど5枚になりまして、幻突完了となりましたね。最後の1枚が113で今終わったんですけれども、もしこれで取れなくてもですね、またガチャの確定で取れてしまうので、おそらく140ぐらいでは終わると思ってましたけど、意外にね、早く終わりました。いつもね、フレンドさんの特攻キャラに助けられております。で、グリダも一応ロックをかけておいてですね、今回、魔人を周回したパーティーなんですけれども、こんな感じですね。マレーナ、タリビク、ニコル、クラウディア。本当にこのニコルのところをロクサーナに変えたいんですけどもね。セフィーナとアラクネですね。大体このフレンドのスキルを打つ前にバフをかけて一気に倒すという感じでやっております。はい、というわけですね、今回は、チェインクロニクルにやってきたおみくじキャンペーンガチャを2回引いてみました。皆さんはいいのが出たんでしょうか。私は、なんとも言えない結果でしたね、本当に。良くも悪くもないという感じだったと思います。ご視聴ありがとうございました。